秋田の農産物を物流で応援。畑は笑顔。この番組は畑の応援団秋田アグリサポートとご覧の皆様のご協力でお送りします。さあ、今回ご登場いただく旬の農産物はこちら。こんにちは、ベジフルくんです。今日は JA 秋田新生の花壇用苗を紹介しますね。にかほ市にある奥山園芸、年間通して花壇用の苗を栽培しています。今育てているのはパンジーやビオラ。カラフルなお花でとっても癒されますね。こちらは花農家2年目の奥山和栄さん。うちの父が35年間やっていた農家を、ここで終わらせたくないなっていうのがあって、もうですね、1から10まで教わってる最中です。やっぱり長くやってきた分すごい知識はあるんで、ね、引き継ぐ側としたらやっぱりそれ全部吸収できればいいなっていうのはありますね。苗の栽培以外にもガーデニングやフラワーアレンジメントを勉強中の奥山さん。いろんな方向からお花と向き合って少しずつ自分の強みを育てています。販売店とかに花をこう持って行った時なんか、お客さんの方から奥山さんの花じゃなきゃちょっとダメなんだよねっていう声をもらった時はすごいモチベーション上がってやる気にもつながってきますね。なんで奥山園芸の花っていうところ、他とは違う付加価値をつけて秋田を代表する生産者の一人になれればいいなと思ってます。年間でおよそ60品種を栽培している奥山園芸、生産数はなんと15万ポットにも及びます。季節でいろんなお花を楽しめるのが花壇用苗の魅力。皆さんも好きなお花を見つけてお家に飾ってみてくださいね。今年も綺麗に咲いてくれてありがとう。